とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの武器を使っていきます。はい。ツタノムチ、黄金です。黄金スキルで、毒の雲がついてます。で、ツタノムチの元々の、ユニークスキル、毒を与える。これがついてるので、毒だよね。毒が2倍みたいな感じになってます。で、この毒を与えるっていう武器が、ツタノムチと覆われた怒りか。あの2つ持ってるんだけども、この毒攻撃が、昔はね、微妙だったのよ。確か、ダメージ1とかしか与えきれなかったんだけども、今回のアップデートで、毒ダメージが、上昇されました。ちなみにこの、ムチなんだけども、一発137,000の毒ダメージを与えることができます。かなりでかいよね。もともとのダメージが68,000なんで、一発で85,000ぐらいダメージを与えれる。しかもこのスピードで与えれるので、かなりいいと思う。うん、この毒ダメージっていうのはなかなかいいよね。で、さらに、今は防具それじゃないんだけども、防具のダメージアップのやつ。まあ、この輝くロープでね。この輝くロープとかをつけると、近接のダメージ 30% アップ。もちろん無知の攻撃もダメージ上がるけども、毒ダメージも上がります。178,000か。すごいよね。めちゃくちゃ上がる。で、さらに、毒フォーカスか。あれを入れるともっと上がります。これが、武器ダメージを 20% 上げて、毒フォーカスで 75% アップ。結構いくよ。一発28,000。まあ、29,000だよね。すごいよね。一振りで、100,000超えるダメージ。で、さらに、毒の雲が発生すると、秒間かなり与えるね。30,000〜40,000のダメージ与えれるので、この毒ダメージっていうのはかなり今後活躍するんじゃない？で、さらにこの力のポーションを取ると、この毒ダメージすらも上がるのよ。毒ダメージで530,000って異常だろっていうぐらいのダメージを与えることができます。ああ。なのでこのね、エリクサーのカバンと毒武器？これは相性がいいよ。まあまあ。ちょっと前置きが長くなったんだけども、今日も借りに行ってみましょう。では行こうか。ちょっとね、やっぱり防具がまだいまいちっていうところが残念なところですね。このエンチャントもね、微妙ちゃちょっと微妙なんだよね。攻撃的じゃない。まあ、ガードストライクがどんな感じか、ちょっと今日は見定めたいと思います。多分、ガードストライク使えるんだよな。倒すごとに4秒間でしょ？ 50% 防御力が上がるんで、おお、ダメージ半減ってなかなかいいからね。よし、はいはいはい、おお、いい感じだね。うん、やっぱりこれね、リーチ長いからこういう戦い方もできるか。いいよいいよ。で、さらに攻撃力を上げるともっと火力は上がっていく。いいね。じゃあ、お前も倒しとけ。じゃあ、開けましょうか。とりあえず、ガードストライクで防御が上がってしまえば、あ、全然強えな。ガードストライク強えな。ああ。結構ダメージを抑えてくれるよ。そりゃ、もちろんのことだろうけどね。そりゃね、50% 上がれば、すごいし、さらに、アイアンハンドレッドアミュレットもしてるから、もっとカチカチだもんね。こういう感じ。あ、ちなみに何個だ？チェストは21個。シークレットが1か。おいおい。これきつい。きつい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 。危ねえ。うん、ちょっと戦い方に慣れててよかったな。ちょっと待って、お前たち。鬱陶しい。ちょいちょい。
味方回復か。回復はさすがに痛い。ちょっと待って。おい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 。嫌な奴らが続くね。あー、でも防御力上がってるから、大して痛くない。うん。こんだけのエンチャスライブに囲まれるとそこそこ痛いんだけどね。防御力すごいね。あ、ガードストライクは、ものすごく生存率上がる。あ、こりゃいいわ。いけ！無理か。無理か。無理だ。多分、クリーパーの爆発も、全然ガードストライクで対応できていけると思うんで、ありだね。ただ俺に今足りないのは、やっぱり、防具だな。間違いなく防具だ。防具が、そうね、毒フォーカスと、毒フォーカス欲しいな。これを使うにあたっては。多分めちゃくちゃ強くなる。いや、間違いなく強いわ。毒ダメージで、60万って、普通に殴ったのと変わんないダメージだからね。もう一瞬のうちに2発叩き込むみたいな感じなんで、絶対強い。まあ、ちょっと装備を集めるのは難しそうだけどね。でもその分これは、ほんと今後、使っていける。選択肢には全然入る装備だね。間違いない。すっごい強い。無知が強いんだから、もちろん怒りも強いね。もちろん怒りも。いや、むしろ怒りの方が強いのかもしんない。あれはやばいかも。ちょっと使い方を改めなきゃいけないね。で、今俺の持ってる怒りがね、結構いいので、それもね、ちょっと今度使ってみるね。多分、結構いいと思う。おっと！出てきたね。え、ここ、なんだ？お、危ない！罠があんのか。まあまあ、いけるでしょう。行きましょう。ああ、できれば、透明になっておきたかった。うわ、やばい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 。さあ！ジェイ！エボーカーかよ。ちょっと待て。よし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 。分かってれば何とでもいけるんだよ。もう。よしよし。まあ、ノーマル品ですか。いやー、一回だけだったね。一回だけでした。なんとも残念だな。出るときね、結構まとめて出てきてくれるんだけども。はい、とりあえずまあ、クリアです。あー、失敗した。クリア前に変えとくの忘れた。もったいな。まあまあまあ、いいでしょう。一個ぐらいはね。一個ぐらいはいいや。商人見てみます。いらない。いらない。これもいりません。おっと、全部ノーマルか。いらないね。お、サブリューイングと殺戮。いやー、あー。そうねー。いやー、よくない。いらない。いらない。いりません。そうねー。いやー、これにね、クールダウンついてればね、結構好きなんだけどなー。いまいち。全部ダメだね。クールダウンショットか。でも弾が少ないんだ。ツタの弓は。ダメです。はい。まあ、とりあえず今日はね、このツタの鞭、使ってみました。毒ダメージが、アップデート後からかな。上昇されて、だいぶ使えるようになったので、いい感じです。ただ、使うにあたっては、
防具の厳選がかなり重要になってくると思います。毒フォーカスはまああった方がいいし、あとは攻撃力、そして攻撃速度、まあ、どっちかがねグッと上がるようなやつが、めちゃくちゃ合うと思います。うん、かなりダメージ与えれるのでいいと思うよ。それではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。